アレクサンドル・アレクサンドロビチ・カレリンは、ソビエト連邦ロシアのボシビルスク出身のグレコローマンレスリング選手。政治家。身長191センチメートル、体重130キログラム。ソビエト連邦、旧ソ連統一チーム、ロシアの代表選手を務めた。オリンピックにおいて、グレコローマンレスリング130キログラム級で1988年、1992年、 1996年と3大会連続で金メダルを獲得。その前人未到とも称された大記録と圧倒的な強さから、海外マスメディアではザ・エクスペリメント、日本では霊長類最強の男の異名で知られる。ロシア連邦英雄を授与されている。別表記、アレクサンダー・カレリン。13歳の時にレスリングを始め、 積雪3 0トルの中でのランニングや、ボートを3時間普及で漕ぎ続けるなどの過酷なトレーニングで体を徹底的に鍛え上げた。その結果カレリンは超人的とさえ言えるパワーを身につけ、前世紀の背筋力は4 0 0ラム以上に達したという。彼の怪力に関するエピソードとして、引っ越しの際にアパートの1階から8階まで、 タンスや冷蔵庫を一人で担いで運んだという逸話がある。1987年から2000年まで国際大会で13年間無敗を誇り大会76連勝の記録を持つ。その間に世界選手権9連覇や欧州選手権10連覇を記録し公式試合での連勝記録は300までに及んだ。1999年2月21日には 横浜アリーナで開催されたリングスにおいて、前田明の引退試合の相手を務めた。この試合は、カレ彼に唯一の多流試合でもある。2000年9月26日、シドニーオリンピック決勝のオリンピック4連覇をかけた、ルーロンガードナーとの試合で、自らのクラッチが外れたことによりロストポイントを取られ、これが響いて、最終的には、判定負け。その外見に反して言動は、 紳士的かつ知的であり、レスリング関係者のみならず、広くロシア国民の尊敬の対象となっている。1999年12月からは、ロシアの連邦会議員を一気務めた。カレリンの超人的な強さの象徴として、カレリンズリフトという技がある。これは、パーテールポジションから相手の胴体をクラッチし、自らの後方。 相手の速報に反り投げるという俵返しに相当するものでアマチュアレスリンググレコローマンスタイルではポピュラーな投げ技の一つである。しかしそれは軽重量級における話であり、カレリンが出場していた 130kg 級では前代未聞の大技だった。カレリンがこの技を使うまでは 130kg 級において相手を俵返しで投げるという概念自体が 存在しなかったとされている。受ける側は当然ながら、継椎に多大な荷重がかかるため、カレリンにパーテールポジションを奪われた相手がこの技を恐れて、そのままホール負けを選ぶという場面がしばしば見受けられた。前田明はカレリンとの対戦前、あれはレスリングのルールだから通用する技。自分は絶対に食らわないと自信のほどを語っていたが、 実際の試合では2回カレリンズリフトを受けてしまった。前田が引退後、リングの魂で語ったところによれば、カレリンのクラッチはあまりにも人間離れした強固極まるもので、全く抵抗することができなかったという。ありがとうございます。